ゆりかもめ東京臨海新交通臨海線。東京臨海新交通臨海線は、東京都港区の新橋駅から、江東区の豊洲駅までを結ぶ、株式会社ゆりかもめが運営するジテ t 特殊街路である。駅ナンバリングで使われる路線記号は U。開通当初から、愛称のゆりかもめもしくは新交通ゆりかもめで呼ばれることが多く、 また同じ東京臨海副都新地区を通る東京臨海高速鉄道臨海線との紛らわしさもあり、正式な路線名は一般にはほとんど用いられていない。路線名の東京臨海新交通臨海線、臨海線ではなく東京臨海新交通を含めて路線名であるは、運営会社、株式会社ゆりかもめが東京臨海新交通株式会社だった当時からの名称であるが、 社名が変更されてからも従来のままとなっている。都市計画事業としての名称は、東京都市計画道路特殊街路、新交通専用道第1号臨海線1から3、及び東京都市計画都市高速鉄道東京臨海、新交通臨海線である。新橋と東京臨海副都心を結ぶ交通機関として、1995年、平成7年11月1日に、 新橋有明間 11.9km が開業した。開業当初の新橋駅は現在の位置より 100m 有明よりの位置にあった仮駅で現在この位置は塩止め塩サイトの敷地である。2001年平成13年3月22日に東日本旅客鉄道 JR 東日本新橋駅前の現在の位置まで移転延伸された。2006年 平成18年3月27日には有明豊洲間2 7トルが延伸開業した。この路線は1996年に開催される予定であった世界都市博覧会のアクセス線として注目を浴びたが同博覧会は当時の青島幸夫都知事の判断で中止された。これによりゆりかもめは40億円の赤字を出すと言われていたが、 いざ開業してみると乗客は順調に増加して1日10万人以上を数えるようになり、最近の新鮮、特に案内機上式鉄道としては数少ない黒字経営の路線となった。沿線には多数の観光資源、お台場や有明地区、富士テレビ本社、アクアシティを、台場、デックス東京ビーチパレットタウンダバー式東京、大江戸温泉物語、日本科学未来館、 テレコムセンター、豊洲市場などや、コンベンションセンター、東京ウィックサイトなどの集客施設が隣立し、これが利用増につながっているとみられる。また、私立大学、有明教育芸術短期大学、東京有明医療大学、武蔵野大学有明キャンパスが新たに開校し、通学利用者も増加している。2020年の東京オリンピックに向けて、 同区間には周辺にオリンピックのための競技場が建設される予定であることからオリンピックのためのアクセス鉄道にもなる定めである2016年夏季オリンピックの東京招致の際も同様の予定であった。また、車窓からは東京タワーやレインボーブリッジ、東京スカイツリー、東京ゲートブリッジなど東京のシンボルを望むことができる。 芝浦不頭からお台場海浜公園館でレインボーブリッジを渡る。レインボーブリッジ接続部の新橋側は芝浦不頭駅と橋梁との高低差が大きく、軌道の勾配を緩やかにするため、ループ構造を採用していい。車両は7000系と7300系が使用されている。七0系は大半が日本車両製造製だが、三菱重工業、新潟トランス、 新潟鉄工所、東急車両製造なども、数編成を製造、納入をしている。7000系については、新型車両7300系に順次置き換え予定であり、第1編成が2013年3月に、搬入、2014年1月18日より7300系の営業運転が開始された。7300系は、全車両三菱重工業が製造する。 2018年度より7200系の置き換えとして7500系が導入される予定である。ATO による無人自動運転を実施しており、全駅に東京メトロ南北線や金沢、シーサイドライン等と同じタイプのホームドアを設置している。運行中は車内に運転士や車掌がいないため、車内での緊急時などには、車内備え付けのインターホンで対応することになる。なお、 早朝、深夜時間帯や ATO の機能障害などの非常時に備えて行われ手動運転訓練時などには自動運転ではなく運転手が乗務しワンマン運転を行っている。この場合、車両最全部の座席は運転席となり旅客は使用できない。それぞれの駅ごとに様々な日本の伝統文様が割り振られ、ホームドアなどにこのモチーフが反復して使われている。 例えば、お台場海浜公園駅のモチーフは、松葉色の地に白抜きの追い松模様である。新橋豊洲間が一本の路線となっているが、路線の面特許上は以下のように、軌道法に基づく軌道区間と、鉄道事業法に基づく鉄道区間、第一子鉄道事業とが混在している。これは、その下を走る道が、道路法に基づく道路であるか、それ以外の道、 主として、港湾法に基づく港湾道路であるかの違いによるものである。エイジティには他にも、軌道区間と鉄道区間が混在している路線がある。全線通しの運転を基本とするが、早朝引く朝ラ主事ジトシアに、有明駅発着の列車も運転されていて、夜間対白も有明駅で行っている。日中は、平日が5分間隔で休日が4分間隔での、 運転となり、日中は、平日よりも、と休日の方が本数が多い。東京湾大歌飛祭りや、お台場夢、大陸、東京ビッグサイトで、コミックマーケット、東京モーターショーなどのビッグイベントがある時や、ゴールデンウィークなどの大型連休期間は、臨時増発や、特別ダイヤがまれることがある。車両が小型で、乗車定員が少ないため、特に、 コミックマーケットの夏期間と重なることの多い、東京湾台下避祭りの時は開催直前には、新橋駅に長蛇の列ができ、開催終了後には、会場近辺の竹芝駅、日の出駅、芝浦不登駅が大混雑し、乗車できないほどの盛況ぶりを見せている。また、同祭時開催日は一定の時間とよす地区が、立ち入り禁止区域となるため、 市場前駅と新豊洲駅は一時閉鎖される。閉鎖時でも列車は停車するものの、運転停車扱いでドアは開かず、一定時間停車するとそのまま発車する。駅構内の発車案内表には列車種別が表示されているが、優等列車が運行されたことはなく、現在は全ての列車が各駅に停車するため、全列車が普通、A 字表示はロークと表示される。 2000年の運輸政策審議会答申第18号では、豊洲勝時が目標年次2015年までに整備着手することが適当である路線へにとされ、豊洲駅の末端部にはすでに延伸のための準備が施されいる。東京都港湾局によるまちづくり推進計画では、利用状況を考慮した上で整備時期を検討するとしていた。しかし、中央区は 都心部と臨海部を結ぶ地下鉄、都心部、臨海地域地下鉄構想導入を検討。2015年3月に都心部と臨海部を結ぶ地下鉄新線の整備に向けた検討調査の報告書をまとめ、同年6月区議会に報告した。東京都が2015年7月に公表した広域交通ネットワーク計画について、 交通政策審議会答申に向けた検討のまとめでは、地下鉄とゆりかもめ延伸を両方整備した場合、ゆりかもめ延伸の収支再賛成の確保に課題が生じるとの調査結果から、都心部臨海地域地下鉄構想は整備について検討すべき路線に選ばれたのに対して、ゆりかもめ延伸は対象外となった。これを受けて2016年4月に、 国土交通省交通政策審議会が行った、東心、東京圏における今後の都市鉄道のあり方についてでも、都心部、臨海地域地下鉄構想は、国際競争力の強化に資する鉄道ネットワークのプロジェクトとして取り上げられたのに対して、ゆりかもめ延伸は、東心の対象外となっている。日中は全駅に旅客案内を行うステーションスタッフが配置されているが、 起点と終点であり、定期券発売窓口を併設している、新橋駅と豊洲駅、並びに、豊洲延伸開業以前に、定期券発売窓口があった、有駅以外は、駅員がいない。ただし、宅客時など不定期に、他の駅も駅員が常駐していることがある。このため、乗客が切符をご購入した場合に備えて、各駅の自動券売機の切符取り出し口に、 ご購入した切符を挿入すると購入した金額が読み取られて購入運賃分の現金が現金受取口に返却されというご購入払い戻し機能が搭載されているただし普通乗車券のみ対応第一次開業区間の新橋有明間の一部の駅務機機自動券売機及び自動改札機には旧式のものが使われており自動改札機に乗車券 カスネットの2枚投入及び IC カードの使用ができないのがある。なお、これらの機器は順次更新していく予定である。2006年3月27日の豊洲への延伸開業に合わせて、駅構内に音声案内装置を設置した。このうち構内案内図、生産所、トイレ案内図の3つに関しては、各駅ごとに1名ずつ、計16名の声優を起用した。 音声案内システムを導入している。各駅ごとに異なった声優を起用した音声案内システムの導入は日本の公共交通機関としては初めての試みとなる。声優の人選にあたってはアーツビジョンとその子会社であるアイムエンタープライズに当時所属する声優が選ばれた。また沿線地域での大規模イベント開催時にはイベント用の音声を使用する子になっており、 2006年8月11日から13日、コミックマーケット70開催日に初の運用が行われた。豊洲延伸以前は、有明方面は、向山慶比氏が担当していたが、延伸以降、川本俊美が担当している。なお、新橋方面は、片山光雄が担当している。社内放送は、川本俊美が開業時から担当していたが、 2014年1月18日の7300系登場と同時に、全車両、森谷真由美がアナウンスの担当になった。2007年10月21日から2008年9月28日まで、放送のフジテレビの日曜日の深夜番組、アナログのコーナー、一人で、アナレッポの企画で、同年10月18日から2008年3月31日まで、本田智子を委員に、 富士テレビの女性アナウンサー16人が道路線の車内アナウンスを期間限定で務めていた。放送内容は通常使用しているものと、基本的に変更はない。12月までは、レインボーブリッジ通過中の本田智子による代表者挨拶が追加で放送。ホンダが声をかけた順に、豊洲方向へ担当の駅を割り振っていた。 また、2008年8月1日から8月31日にも、お台場冒険王ファイナル、君が来なくちゃ終われない。開催に合わせた、アナログとのコラボレーション企画で、富士テレビのアナウンサーが道路線の車内アナウンスを呼び、駅構内アナウンスを期間限定で務めた。対象となる駅は、始発駅となる、新橋駅、本田智子、豊洲駅、 高島彩と富士テレビもよりのお大海浜公園駅、平井里央、大場駅、大島ゆかり、船の科学館駅、中村ひとみ、大見駅、本田智とも子となった。車内放送は全区間を島田彩香が担当した。日本テレビで放送されていた、なるほど。ハイスクールの企画として、2011年4月30日5月1日の2日間限定で、 AKB48 の一部メンバーによる、社内アナウンスが実施された。前述の富士テレビアナウンサーのアナウンスとは異なり、2編成のみの実施であった。全駅東京都内に所在する。駅番号は、記号部分に、U が使われ、U、数字となっている。ゆりかもめのローマ字表記、ゆりかもめの頭文字である Y は、豊洲駅で接続する。 東京メトロ有楽町線が使用している。1日平均乗降客数。1日平均乗降客数。1日平均乗降客数。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。